カルロス・ゴーンの逃亡で、令和元年2019年を終えようとしている MPF チャンネルです。大晦日の本日、仕事の締めということで営業車の清掃していましたが、軽トラとシボレのエクスプレスと来て、あと2トン車の清掃もあったんですが、2トン車の方はもう力尽きて来年に持ち越しとなりました。ブログからの移行ということで、YouTube の方に動画いろいろ上げてきましたが、来年からはまあちょっとライブ放送とか、まあ、他にもね、いろんな動画をちょっと上げていきたいと思います。1月の予定としましては、半ばぐらいに CRF の 450L の新車が入ってきますので、こちらの方の納車整備の様子をちょっと動画上げたいと思います。納車整備といっても、外装一度取り外して、足回りもグリスアップのために一度全部取り外しますので、まあ、構造とかね、いろいろ、まあ、面白いところが見れるかと思います。あとホリデーの方も春先になるとちょっと忙しくなってくるので、冬の寒い間にある程度分解していきたいと思ってます。今年もありましたが、夏場に多発するトラブルの原因究明、まあね、どこがどうなってそのトラブルが出るかいうのをちょっと詳しい動画をね、夏前に上げたいと思ってますので、その動画もね、ちょっと詳しく作ってみたいと思います。というわけで、今年1年ありがとうございました。来年もまたいろいろ動画上げていきたいと思いますので、よろしければ引き続きご視聴よろしくお願いします。